岡山県内では数多くの心霊スポットが存在するが、その中でも牛窓神社は有名である。その牛窓神社、実際どんな場所なのか、どんなものがあるのか、実際昼間行ってみようということにした。こうすんかな。そうやな。いいっすね。ちゃんとして。羨ましいな。そんなこんなで羨ましがロブ。そうですね。結婚したいですね。な、ちょっとお参り行くか。お化けいるっすかね。360m。さあ、あ、これあれ万葉集レアのあれかな。トレーニングですね。ほんまよ。うわ、相当。結構カップルが多いけど、ね。多いな。そういうとこなのかな。本当っすね。あ、これカップルで行くもんなんですよ。そう。そういうのも皆さんここがそういうとこらしいですわ。聞いたことあります、それ。なんか縁結びとか。そうそうそう。8日、季節により。あ、結構高いですよね。高い。360m あるね。よいしょ。あ、綺麗な場所。うん、向こうとか電気しか見えるかも。まあこれが夜だったら不気味なんだろうね。真っ暗だし。綺麗だね。はい、やってきました。景色がいいですね。まだ上があるみたいです。いい、行きましょうか。どうだ。いい。え？迷子のお知らせ。これ夜怖いっしょね。昼だったら全然いいところなんですけど。行ってみます。うわ、これ空気悪いな。かっこいいけどな。あーね。あー、これ大河ドラマとか出てきそう。やばい。やばい。うわー、すごいこれ。よいしょ。あ、よいしょ、着きましたね。随心門。随心門。近く来たら。うわ。お。明かりが。なんかお金入れって感じ。取っちゃダメですか。罰せられる。でこっち側も見てみましょうか。あ、こいつの顔がちょっとうーんみたいな顔します。夜こんなん出てきて怖い。いや、いいトレーニングになったよ。ああ、いい感じ、雰囲気。これ秋になったら綺麗なんでしょうね。もう見るよね。案外こういうとこあるんですね。うん。いいよ。いただこうか。ないっすね。ない。そんだけ人が来てるっていう。ほんまにね。いや、飲んで。いや、どうぞ。令和の。はいはい。あ、絵になったじゃないですか。ねえ、うん。何も考えずに行ったけど。来ましたね。あ、ここ貝殻だ。貝殻です。やっぱ海近いから。うん。牛窓っていうのは結構いいんですかね。そうだね。貝殻をお供えするのが流行ってるんですかね。だろうね。カップルが。縁結び。確かにあのカップルが多かったです。ね、これ秋来ても綺麗だと思いますよ、ね、皆さん。うん。やっぱり喋りたいことがいっぱいあるんですけどね。ね、まあ次に持ち越しましょう。うん。ありがとうございました。ありがとうございました。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。